ラーメン北海道のラーメン、函館ラーメン、函館ラーメン、函館ラーメンは北海道函館市のご当地グルメ。当地周辺で単にラーメン、品そばなどと呼ばれている塩ラーメンである。豚骨や鶏ガラ等の出汁に塩タレを入れた透明な塩味のスープに柔らかめの中太ストレート麺が組み合わされる。具はチャーシュー、メンマ、長ネギ、ほうれん草。 ふもしくはナルトが一般的に使用される。一般的に塩ラーメンと呼ばれているラーメンであり、地元の北海道函館市周辺では単にラーメンもしくは品そばと呼ぶ。発祥については諸説存在し、定かではない。1884年の函館新聞に函館船場町に開店した家境の経営による洋食店南京五料理洋和圏。 アヨン4月28日付の広告に南京そばが掲載されている。この広告には南京そば15銭の記載があるが、洋和県の南京そばと現在のラーメンとの関連性を正確に示すレシピなどの資料は発見されておらず、箱館がラーメンの発祥とする説は定かではない。古くからの開港地であった箱館港には集積する昆布などの海産物の買い付けに、 多数の家境が訪れ、当時の函館の人が彼らを関東さんと呼称していたことから、河南出身の家境が多く、函館における品ソバのまっすぐの麺と澄んだスープの特徴からも、ルーツは関東系の塩味のタ麺であることが推測される。1935年のスナップ写真に、品ソバ笑い服の文字が確認できるものがあり、この頃には品ソバを扱う専門店が、 すでに存在していたことがわかる。また、この、笑い服の隣で営業していた、純喫茶、ミスジュンに残っている1932年のメニューには、ケーキや三つ豆と並んで、品そば15セントの記載があり、隣の笑い服から、壁の小窓越しに、品そばを客に提供していたという。また、当時を知る人は、この品そばは、まっすぐの細麺と、 澄んだスープのあっさり味だったという。このように、昭和初期の函館市民にはすでに、品すばという言葉が市民権を得ていたと考えられる。行くたびかの退化を経て、函館の繁華街は、駅前の方に移動していったが、昭和20年代から30年代にかけて、大門と呼ばれる、昭風町地区に、屋台や、 第八社の流し屋台が軒を連ねるようになったが、区画整理やバブル時代の土地高騰等により、これらの屋台は、ほとんど見られなくなった、箱館ラーメンという故障はごく最近に、町おこしの一環として名付けたもので、札幌の味噌みそのラーメンを、札幌ラーメンとして売り出したのを追って、箱館のラーメンを、ご当地ラーメンとするにあたり、箱館ラーメンなる故障を与えた。百九十六年に、 日清食品から発売された日清のラーメン屋さんで札幌味噌風味、旭川醤油風味とともに函館塩風味が商品ラインナップに並んだ。これが函館イコール塩ラーメンのイメージ形成に一役買った可能性もある。函館の中華料理店でメニューに塩ラーメンの文字が現れたのは2000年頃とごく最近である。もともと函館のラーメンは 透明スープの塩ラーメンであり、地元では、箱館ラーメンという呼称は、一般的ではない。ありがとうございます。